どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は最強の出張パーツ、忍者パーツをねぶち込んだ青眼デッキやっていきましょう。ブルーアイズですね。半蔵さん、新パックで登場したその半蔵さんっていうこの当初ね、この人あの無限に強い出張パーツなんですよ。これってこれなんでかっていうと、その超変化の術っていうこのカードが相手と自分の忍者をリリースするとドラゴン族か恐竜族か海竜族をデッキから特殊召喚するっていう効果を持ってるので、ドラゴン族とか、ま、恐竜族海竜族って強いモンスター結構多いんですよね。でそれもなんかその相手のモンスターを除去しながら超変身って言って出てくるんで結構強いと、超変化の術自体は。でこれをサーチできるその半蔵さんをぶち込むことによって結構ですね、いろんな用途に使いまして、こいつはもちろん忍法を持ってきてで赤竜っていうことももちろんできるんですけど、やっぱ長編芸ってねブルーアイズになるっていうのがね結構強いんですよ。これなんでかっていうと、半蔵で、まあ長編芸持ってきてセットして、相手のモンスターを、まあ、もちろん相手で表側で出すことはあんまないですけどね、表側で出てきたモンスターいたとしたら長編芸の術を打って相手のモンスターを吸って超融合してで霊竜になるんですよ。そうすると霊竜って特殊召喚に成功した時に相手のバックを除去するんで、1枚半蔵1枚で相手の、まあ、モンスターとその魔法トラップカードを除去できる盤面が整うんですよ。これ結構強いんですよ、決まればね。でね、理想はね長編技引いちゃうっていうことかな。長編技引いちゃってセットして、先行は長編技引いちゃってセットして、で、太鼓セットエンドみたいなことをすると忍者ってバレないんで、忍者ってバレないから、相手がなんか展開した後に霊竜とか出てきてバック除去しながら次のターン半蔵を召喚するともう最初伏せといた長編芸が使えるから、まあ、そういう動きが一番強いかなと思いますね。はい。でまあ太鼓とかこの諸侯とか入ってるんで、まあ、この辺のモンスターを墓地に送りやすいように、まあ、エネコンとかね、この辺のカードを防御だとして入れてるのと、まあ、あとクリボールね、いつも通りワンキル環境だからということですね。あとはもうギミックは本当普通のブルーアイズなんで、オルタナティブにしてブルーアイズが出てきてブルーアイズをオルタナにして、実質そのこの超変化の術の呪縛から解き放たれるみたいな感じの効果を使っていきたいなというふうに思ってます。でシンクロ、モンスターはこんな感じ。早速スーパー出張セットやっていきましょう。ちなみに半蔵って結構ね他のデッキでも出張できるんで、皆さんもねぜひね組んでみてください。長編芸でドラゴンとか恐竜とか貝だったら何でもいいから、ダイダロスとか、ダイダロスとか結構楽しいと思いますよ。はい、ということでやっていきます。ドゥルスタンバイ。さあお相手の方、闇遊戯選手をよろしくお願いします。ドゥエルスタンバイ。闇の方の遊戯選手ですね、よろしくお願いします。さあなかなか熱い戦い、これね多分ですけど DSOD に遊戯が全く来ないじゃないですか、主人公がね。フューチャーフュージョン強いな、フューチャーフュージョン強いぞ。これ全然来ないんですけど、これなんで来ねえかっていうとですね、多分ねジャニーズ事務所なんですよ、ジャニーズ事務所なんですよね。闇遊戯くんの声優さんってね、風間さん結構ねジャニーズ事務所ってうるさいんです多分。うるさくて主人公 DSOD 来ないまであると思ってます俺。ダークサイドオブディメンションズワールドに闇遊戯選手来ない説っていうのね無限に来れない説っていうのね僕ね提唱していて、結構ねうるさいんですよ多分ジャニーズ事務所って。風間さんがねやっちゃってるから闇遊戯選手のあれを声を結構やべえんだよな普通に。墓守クイーンテッドね、クイーンテッド墓守 OK、 未来融合初手引き強えな。やっぱ魔法の使い手だと結構引けるんですよね。でもでリューマードの守護者やべえ、これ遠隔融合だ、これやばい。うわ遠隔魔術きた、間違えず、うわ出た最強コンボ来た、やべえ強え強え。で墓地の魔法使いとかモンスターを、5種類除外していく、来たこれ未来イーゴからのマジカライズフュージョン、最強コンボ来た、やばい。クインテクト社出てきた、で全破壊、相手のフィールドのカードを破壊しようとするが超変化超変身。俺は半蔵とクイーンデッドで超変身、これは1回0秒か
一回0秒だな。で、0秒で、バーってなる。バーってなっていく。オッケー。耐えていく。あ、でも守備表示で特殊魔していくパターン。魔法使いモンスターを。なるほど。誰だ、呼吸トス。なに、貴様や、貴様やるな、貴様やるな、なかなか。貴様なかなかやるな。なに、これは、これうまい。まあ、これ受けるしかないわ。これ受けるしかない。で、それも受けるしかない。で、今、レイリュー弱ったかな、じゃあ。レイリュー弱った説。レイリューってか、まあ、あの、白石を、できたら特殊とかしても弱った説なんだ、これ。まあ、いいや。でも、墓地からね、霊廟が蘇ってくるんで、次のターンに死ぬっていうこと、多分ないと思うんですけど、フューチャーの効果、腐らしていく。で、アレイスター反転して、アレイスター効果で召喚魔術を手札に加えていく。いいデッキだな、いいデッキだ。でクイーンテッドがいるから、まあ、今まだ出すことは、まあ、カリギュラぐらいかな。カリギュラぐらいしか出すことないよね。カリギュラくらいしか出せるもんがいない。オッケー。で、殴られていく。で、ダーンってなって、で、霊廟の守護者の効果発動して壁になっていく。しっかりと壁になりつつも、霊廟墓地を食っていく。よし。で、太古の白石効果。太古の白石の効果によって、白き霊竜を特殊召喚。そして白きレイリーの効果発動別にしなくていいや、あのカード除外する必要はない。そしてなるほど、なるほど、まずは白きレイリーリリースか。白きレイリーリリースして、オルタナなる必要あるかな、ま、一応納得だけ納得か。来い、ブルーアイツ、ホワイトドラゴン、俺のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。スキル発動ぬおー、こいつ気合入りすぎなんだよな、スキル言うとき。で、これあれ、千棒立ち大丈夫なんかな、あれ。千棒立ち大丈夫なんかな。俺意外とさ、これ千棒立ち大丈夫なんかな。これぶん殴れんじゃない、普通に。これクリボールなかったら勝ちなんじゃない、これ。ほらーほら、あ、ないわほらーっしゃ、ほらー甘えですね、戦法たちは。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、ヨハン・アンデルセン選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。セット、これね、これ1個強いんですよね。これ、長変化セットしながら、太鼓セットして、次のターン、半蔵召喚が結構強いです。なんでかっていうと、もう即打ちできるんですよ、長変化を。これ、忍者でバレないじゃないですか、この展開って。これで忍者って呼ぶ人いないじゃないですか、普通に考えて。だから意外とね、長変化1個通るんですよね。初手で長変化、半蔵からの長変化サーチしちゃうと、相手モンスターを表で出してくれないっていうパターンが結構あるんで、まあ、だから変化の術入ってるんですけど、まあ、そういうね、まあ難しいことが起きますからね。長変化、逆に長変化見て表側で出すってことは対策札がなんかあるってことなんで、基本的には。なんでね、長変化はまあ相手の動きを抑制することにしか基本的にならないと。だからこそ、このセットしてから、セットして、太鼓セットしておいてからの、あ、やばい。やばいの来た。セットしておいてからの、あれなんですよ。これ、エネコンした方がいいんじゃないこれ。そうすると、半蔵次のターン召喚した時に結構、決まりやすいんでね。で、これで、あとは、太鼓の効果で、ネクロバレー、強いな。ネクロバレー強いな。セット1枚か。で、太鼓の射撃効果。で、霊竜出していく。で、霊竜効果で、これ別にネクロバレーはいいんじゃない、ネクロバレーは別にいいんじゃない、相手もきついでしょ、ネクロバレー自分で貼っちゃったら。フーマの効果使えねえし、墓地の。オッケー、分断、オッケー。陰キャカードを除外していく。で、半蔵来た。半蔵召喚。で、半蔵効果。超変化持ってくる。オッケー。あ、いいぞ。お、意外でいいぞ。これ長いんじゃないか。で、セットしていく。で、これ変身しちゃった方がいいか。変身しちゃった方がいいな。で、半蔵と、神影で変身して、で、ブルーアイズなっといて、今あれだったかな、風魔があったかな、どっちもいいか。まあ、今ね、あの太鼓を呼び出すっていうパターンもありました。ちなみにね、これ使っちゃっていいか、スキル使っちゃってもいいか。オルタナティブの効果発動、
フーマンを吸うっていうパターンもねありましたけどね、今のはそのパターンだったかもしれない、もしかしたら。で、とりあえず殴っていこう、ほらーていせいで、クーマ効果、なんだっけあいつ、あ、そいつですよね。で、そいつ出てきて特殊召喚成功時に、6部首をサーチしていく、いいだろう。今太鼓で、もしかしたら太鼓出して、で霊竜と太鼓の効果で81新規をしてドラッグバーミニオンして、で残ってる4000の守備4000の方を殴るっていうパターンが一番良かったかもしれない、もしかしたら。そうすると結構相手サーチとかも入んないから、このサーチが一番アドバンテージを稼がれるってことなかったかもしれないね。なるほど。でとりあえず殴っていく。今ちょっとあれかな、ミスったかな、プレミかな。今のは太鼓の方が良かったですかね、多分厳密に言うと。はははは。で新鋭、あー強いねそれ。でだったら2500盾にしかなんないから、まあ別にいいか。あ、そいついるんすか、そいついっちゃう。414やばい、トリシーラだ、トリシーラだ、まずい。414、ちょっと待って、これ多分 CA になったらこれ突破できないから、ミストウォームかな、入ってるとしたら。ミストウォーム、ミストウォームくせえな、ミストウォーム、ミストウォーム来ていく、で全部戻される、やばい、くっそ、引き所、これやったか、これやったくせえな、これやったくせえ。まあ一応半蔵がいるんでなんとかなるかなと思うんですけど、まあ一応2500もらいましょう。絆 OKOKOK 超変化しよう、次のターンミストウォームと超変化しよう、ドロー。あ、勝ったわ、あ、勝った。簡単だわ、遊戯王って、遊戯王って簡単だわ、クソ簡単なんだよ遊戯王っていうゲーム。だってこのカード引けばいいんでしょ。デュエルリンクスってさ、クソ楽だな、だってこれでいいもん、コマンドを入力、A、B、ほら。遊戯王クソ簡単だわ。さあお相手の方、カニ頭さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。カニ頭10度とか OK、 これはまあちょっと事故ってますけど、若干まあなんとかしましょう。若干事故っているかなんとかしていく、取引していく。お、いいね、取引いいね、取引いいね。で最高グリーン効果なんだっけ、あー手とか墓地を食らえたらフィード上の魔法トラップ破壊、 OK、 強いな、強い。でジャンクシンクの、はいはい、あ、うまいね、うまいね、遊戯王うまいじゃん。で、ゴシンクロか。オッケー。アルマレスかな？アルマレスは別にいいや。ジャンクオーリアあったわ。ジャンクオーリアやべえ。ちょ、召喚ムービー見よう。来たこれ。ユーステルジャンクオーリア使ってる人、俺、好きなんだよね、俺。すげえ好きだわ。フレンド申請するわ。あ、かっけえ。かっけえ。かっこよ。で、ジャンクオーリア効果は全く意味がない効果を発動していく強制だから。全く意味がない効果発動していく。でスクラップピストン来た、やべえよ来た、やばい。でもギリギリ大丈夫だ、2100ある。え、ラッシュあんの俺、ウォーリアスブースター、やばい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 、ラッシュある、これラッシュある、うわー、ユースー強いよ、ユースー。